はい。えー、TTCB コースの皆さん、こんにちは。えー、このビデオは、えっ、ー、と、第一週の TTC の第一週のビデオの続きですね。はい。えー、ここでは、えー、教室の外とつなげること、それについてお話をしてみたいと思います。はい、えー。これ何回も同じことを言っていますが、今の先生の役割は知識を伝えることではありません。では何か、そのうちの一つが、教室の外とつなげることなんですね。 で、これにはもういろいろな例がたくさんあります。例えば、えっと、このね、えっと、リンこれリンクになっています。ビットリースラッシュ 385HDX2。これを開くと、まあ、これと同じリンクですけど、Differences between learning outcomes in the Facebook and face to face groups. at t えぇ、アツアートフルプロテス、プレテストポス t テストっていうのがありますね。この論文では、こちらがですね、Facebook のグループ。 で、こちらがフェ a ストゥーフェイスのグループです。教室でやったグループなんですね。で、ここで、あの、えー、こちらがポストテスト。ポストテストの時は Facebook グループの方が Face2Face グループよりも少し低かったんですね。えー、つまり、あの、授業の前はね、でも授業の後の、えー、ポストテスト。あ、ごめん。これプレテストですね。もうさっきポストテストって言った。これはプレ,、えー、プレテストプレ。プレテストでは、 フェイスブックの方が低かったのに、ポストテスト。えー、授業の後のテストでは、こんな風にフェイスブックを使って、えー、あの、シェアした人たちの方が成績がこんなに伸びていた。で、フェイス2フェイスではあまり伸びていなかった。こういう、えー、論文の、あの、研究の結果の論文があります。はい。これはまた別の、あ、ちょっとね、見えない。 はい。えっ、ー、と、これもね、このビットリースラッシュ、えー、これで開くと、あの、あの、見ることができますけどね。はい。えー、これはソーシャルネットワーキングサイト、Facebook Integration into English Class っていう、えー、そういうあの、論文ですけど、そういう研究ですけどね。えー、ここも、えー、Facebook で、あの、学習者の、えー、その、English Language Learning がインプルーブしましたと。えー、そして、えっ、ー、と、モチベーションが高くなりましたって書いてありますね。 そして、そのか書くのも上手になった。えー、英語の語彙も増えた。熟語とかね。それから、ことわざとか。そういうのも良くなった。という、そういう研究結果もあります。えー、これ、テレグラムっていうのがありますね。テレグラム。テレグラムっていうのは、WhatsApp とか Slack とか同じように、文字でコミ,コミュニケーションするアプリですね。でも、文字でコミュニケーションするアプリなのに、えー、スピーキングがね、えーうんうん あの、スピーキングアキュレシー、話すことの正確さと流暢さ。それも、あの、このテレグラムの、テレグラムを使うと、えー、あの、良くなったっていうね、そういう研究結果もあります。はい。あと、こちらは、えー、Facebook で読解力と語彙力が伸びるとかね、えー、そういうあの研究結果もあります。もうこういうのはたくさん、本当にたくさんたくさん、こういう研究結果はありますので、 え、教室の外と、え、つなげることによって、え、語学が伸びるのは、もう間違いないと言っていいと思います。はい。実際にですね、え、これについて話をしている人がいるので、あ、すみません。もうね、あまり時間がないので、ここでは、えっ、ー、と、再生しませんけど、この、あの、リンクを開いて、ぜひ、えの、このアンナさんっていうね、え、人が、あの、実際にどうやって、え、日本語を身につけたか、 それを聞くことができますから、ぜひ見てみてほしいと思います。はい。じゃあ、どうやってつなげるか。これはですね、例えば、あの、Facebook にも、えー、The 日本語ラーニングコミュニティというのがあります。はい。The 日本語ラーニングコミュニティですね。これで検索すれば、えー、すぐに出ること、あの、見ることができると思います。それからもう一つ、あ、まあ、このね、あの、その日本語コミュニティに関する、えー、研究論文とかも、えー、もう、えー、発行されています。発表されています。 あともう一つはツイッターですね。ツイッターでインドにインド行きたいとか、インド大好きとか、こういうふうに検索してみると、えー、たくさんのインドが好きな、えー、日本人を探すことができると思います。で、えっ、ー、と、ツイッターの場合はですね、えー、自動翻訳を使うことができますね。この translate tweet というのをカチッてクリックすると、こういうふうに I want to go to India ってね、英語で見ることもできますから、ぜひこういうのを使ってみてください。 はい。それではこのビデオではここまでになります。フィルムンゲー。